秋頃になったら、この袋掛けといって、こうやって一個一個寒さとか虫とかにやられないようにこうやって袋をしてあげて、そして3月下旬頃に収穫、こうやって収穫になりますね。外の皮がゴツゴツしてるやつよりはスベスベしてるやつの方がどちらかといえば美味しいと思いますね。自分が食べて美味しいものを作りたいので、とりあえず外観はまあ大事ですけど、僕はちょっと味を意識して作るようにはしてます。グルタミン酸とかアスパラギン酸とかっていう酸があるんですけど、それを増やすように、酸っぱい酸じゃなくてこうコクというかこの旨味を増やすように、粉つっていうだけあって小さいのが美味しいと思うんですよね、こうやってのやつって。その小さいのの中にこうギュッと旨味を詰めるように、はい。うん、美味しい。皆さん、高知県で採れたこの美味しい小夏、ぜひ食べてみてください。よろしくお願いします。